オープンスタジオとして活用される A80 ちゃん号は日本放送協会が保有していたミニステージ付き移動中継車。NHK のラジオ放送開始80周年を記念して2005年から運用を開始、同年3月に放送された開局80年記念特番、もっと身近にもっと世界へ NHK80 で初めてお披露目された。日産シビリアンベースの特装車で 2008年、2012年、2016年にモデルチェンジしており、2019年3月22日の番組最終回時点では4代目の90チャン2号が稼働していた。一般的な中継車と異なり、単に番組やニュース速報などの中継音声、映像を放送局に創出する機能だけでなく、番組の公開放送を行うための簡易的なオープンスタジオの機能も装備されている。 車体後方の左側がウィングボディとなっており、これがそのままステージになることで公開放送を実施することができる。このため NHK では本車両をラジオイベントカーと称している。副調整室機材は運転席直後と車体後方右側に集約されていた。通常は2005年4月より日曜日と高校野球期間、 年末年始を除く毎日ランチタイムに、ラジオ第一と NHK ワールドラジオ日本で放送されている、ここは、ふるさと旅するラジオ、旅ラジ。で、全国各地を巡回して、そこから公開性放送を実施していた。中継には、電波ではなく、電話回線を使用する。事前に中継会場まで回線を引き、音声を東京の NHK 放送センターへ伝送する。 バックアップ用に携帯電話を用いることもあった。ナンバープレートは初代から希望番号84代目から90を使用していた。2004年9月マイナーチェンジモデルがベース。車体には NHK のマスコットキャラクターどうもくんの80周年記念モデルとラジオ番組のタイトルロゴがデコレーションされている。また後方には日本地図をあしらったデザインも ステージの大きさが最小限だったため、ステージを閉じて別の場所にステージを設けて放送する機会も多かった。日本を3週半、通算約10万キロ走行し、2008年8月1日の旅するラジオ北海道の中継を最後に引退した。80チャン2号2008年6月改良モデルがベース。高校野球と北京オリンピック中継による休止を挟み。 2008年8月25日の旅するラジオ、静岡県の中継から登場した。初代に比べて車体がやや大きくなり、簡易照明が設置されるようになった。基本的に1号のデザインを踏襲しているが、どうもくんに加えて BS キャラクターの七海ちゃんが描かれている。2012年3月20日の旅するラジオ、大阪府岸和田市からの中継を最後に引退した。 2010年7月1日改良モデル適合車がベース。2012年4月2日の旅するラジオ、愛媛県宇和島市の中継から登場した。初代に比べて車体がさらに一回り大きくなった。二代目までの青ベースの車体から白地にブロックパターンにイメージチェンジ。どうもくん、ななみちゃんに加え、NHK ネットラジオラジルラジルのキャラクター、ラジルが描かれている。 2013年10月28から30日は NHK 名古屋放送局の夕刊ゴジラジがこの週の旅するラジオが愛知県内からの放送であることと当時同番組パーソナリティだった三角幸太郎がこの週の80アナウンサーを2日間務めていたことから車両を借りて公開性放送を行った翌年も同様に 6月23から25日30日7月3日に公開性放送を行っている。2015年の放送を90年に合わせて90チャン号と改名し、塗装をリニューアルした。2016年3月で引退。2016年4月に登場。2012年7月9日一部仕様変更モデルがベース。ボディサイズは3代目とほぼ同じながら軽量化が。 図られた。今回初めて、車体に描かれるイラストを一般から公募33組のイラストが採用された。ありがとうございます。